足軽。足軽は平安時代から江戸時代の日本に存在した不評の一種。ケビン氏の雑用役、戦闘予備員として従軍した下部が足軽の原型とされる。鎌倉時代中期頃まで騎馬武者による一騎打ちを原則としたことから、足軽は従者や運搬などの兵団や土木作業に従事させられることが多かった。南北朝時代に、 悪党の活動が、活発化し下国情の風潮が流行すると、伝統的な戦闘形態は、個人戦から集団戦へと変化し始め、足軽の活躍の場は、土一揆、国一揆にも広まった。応仁の乱では、足軽集団が、奇襲戦力として利用されたが、でしばしば暴徒化し、多くの謝辞、商店等がの木を貫ねる京都にばっこし暴行、略奪を欲しいままにすることもあった。 応仁の乱事、当軍の足軽、室足三百四人が、宇治神社を参景する姿を、人々が目撃したものとして、手には長矛、号泣を持ち、頭には、金色の兜や竹の皮の傘、赤毛など派手な被り物を被り、冬だというのに平気で肌をあらわにしていたという。一方で、雲泉大局の壁山日録には、当人に、聖兵の徒三百人あり、 足軽とゴース。兜をせず、個々を取らず、ただ一剣を持って敵軍に突入すと記され、並走に統一性がなかったことがわかる。新旅道演技には、足軽たちが新旅道を略奪している姿が描かれているが、兜をつけず、道具は身につけているものの下半身はふんどし一枚の、もの、半裸のものなど、無礼の姿である。また、足軽を雇ったのは、 大名といった武家に限らず、当時など自社勢力も自衛のために足軽を雇った。東国では、大田道官が足軽軍法という名で活用するが、足軽を直属軍に編成した足軽戦法の祖とされる。これまで足軽は戦闘の主役ではなかったが、戦国時代を迎え集団戦が本格化、大規模化していくと、訓練された、長層、弓、 鉄砲の足軽隊が組織され、備えの主要な部隊として活躍するようになり、足軽の兵力が戦を大きく分けると言われるまでとなった。戦国時代後期には地位も向上して、足軽大将の火力は200国から500国程度で中級の武士として認められる存在になった。兵卒の身分は依然として、武士と農民の間に位置して低かったが、 こう認められれば侍や得意な例ではあるが、豊臣秀吉のように大名にまで出世するものもあった。戦国期には、不評の大集団による集団戦が確立されており、足軽の兵装もそれに沿ったものになっていた。一般的には比較、あるいは和紙を漆で固めた、人参後に鉄板を切り抜き傘状に形成したのに変わった。鉄の銅鎧、小手、人馬織を装着し、 その他、水筒、花紙、布にくるんだ米など、例、霊、星、握り飯、芋柄縄を携帯していた。銅鎧に関しては、稀に和紙や比較、竹でできたものも見ることができるが、現存しているのは、ほとんどが重量四キログラム前後の鉄製のものである。足軽部隊は、槍組足軽、弓足軽、鉄砲足軽などに分類され、多くは、集団で隊を編成して、 小頭の指揮に従った。造標物語で詳しく当時の生活や装填、心得などを知ることができる。戦国機の足軽は非常に重装備であり、大型の手立てを持たないことを除けば重装不評とも比較できる装備を整えていた。ただし、後期になると一部足軽は足軽道を着用せず、代わりに羽織を用いるようになる。四国では、 足軽のやや上位に一両不足などが存在した。足軽は不評だが、一両不足は乗り換え馬を持たないものの、乗馬をしていたことが、土佐物語において記述されており、一両不足は、不評の上位である騎兵としての役割が見られる。概念によっては、増票、雇い兵と混同されることが多いが、足軽は正式に登録された下級武士であり、増票は戦いがあるたびに、 金銭で雇われる軍病のことである。戦国期における足軽による、分取り行為については、海外の資料にも残り、ルイス・フロイスの、日本覚えが紀千五百八十五年六月に、我らにおいては、土地や、都市や村落、及びその富を奪うために、戦いが行われる。日本での戦はほとんどいつも、小麦や米や大麦を奪うためのものであると記述され、 西洋との行動の違いについて比較している。戦乱の収束により、臨時雇いの足軽は、大半が召し放たれ武家奉公人や老人となり、残った足軽は、武家社会の末端を担うことになった。江戸幕府は、直属の足軽を、幕府の末端行政、警備警察要員等として、価値や、同心に採用した。諸藩においては、 大名家直属の足軽は足軽組に編入され、平時は各所の番人や各種の雑用それに物書き足軽と呼ばれる下級事務員に用いられた。その他、大臣の武士の家来にも足軽はいた。足軽は私分と厳しく春別され、袴や足尾を履けないなど服装でわかるように義務付けられた。一代限りの身分ではあるが、実際には、 引退に再始指定や縁者を後継者とすることで世襲は可能であり、また発給ながら生活を維持できるため、後にその権利が株として売買され、富裕な農民、商人の次、三男の就職口ともなった。加えて、有能な人材を民間から投与する際、一時的に足軽としてファンに在籍させ、その後昇進させる等のステップとしての一面もあり、 中世のブライの輩からは、近世では、下級公務員的性格へと変化していった。また、足軽を機能させ、計画の合詞として、名字盾脇を許し、国境、辺境警備に当たらせることもあった。こうした例に、熊本藩の、使党、軍党、地筒、氷頭の鉄砲隊があり、これは無給に等しい名誉職であった。実際、鉄砲隊とは、名ばかりで、 地域人や臨時の江戸め藩卒として動員されたりした。逆に、好奇心旺盛な豪氏の指定は、それらの制度を利用して、見聞を広めるために江戸詰め足軽に志願することも、あった。江戸時代においては、押し足軽と称する、中間、小物を指揮する役目の足軽毛利、江戸学の祖と言われた、三田村遠御は、足軽は兵卒だが、まず今日の歌詞か上等兵ぐらいな位置にいる。 役目としても、軍装あたりの勤務をも担当していたと述べているように、諸藩の文言帳には、足軽や中間の人名や六高の記入はなくて、ただ人数だけが記入されているものが多い。あるいはそれさえないものがある。足軽は中間と区別されないで、名字を名乗ることも許されず、百姓や町人と同じ扱いをされた藩もあった。長州藩においては、 死罪相当の罪を犯した際に切腹が許されず、貼り付けにされると定められており、犯罪行為の処罰についても、武士とは区別されていた。幕末になって、江戸幕府及び諸藩は、ひなわ装備の鉄砲組を廃止し、洋式銃装備の不評体や重体を作る必要に迫られたが、従来の足軽体はすでに整理され事実上消滅し、残りも最低転員で、 末端役人や治安警備担当に振り分けられていたため、新たに人員を募集し、戦国時代の足軽隊に似た不評部隊を創設した。しかしこれらの身分は、足軽より、下の中元小物待遇とされた。明治に至り廃藩置県等の体制の変革により、同心、足軽等一部は、羅卒、兵卒、可視官、末端役人として引き続き出資した。 その後、旧武士は死分であった者は、士族に、足軽身分であった者は、卒族に分類された。その後、卒族が廃止された後、卒族の内上格の者は、士族その他の者は、農工商と同じく、平民と戸籍に記載され、その表記制度は1948年、昭和23年まで残された。中世以降、近世の終わりまで一般大衆の動員は、公平、 平坦といった広報任務に限られており、彼らの戦闘員としての動員は非常時にしか見られない。戦闘部隊としての戦国時代から江戸時代における足丸の動員は多様な階層からの長母性が取られており、その召し抱える条件も戦時における一時的なものや平時においても雇用され続けるものなどような待遇が存在した。このような動員形態から、 足軽は傭兵というべき一面も存在する。しかし常実のように足軽の中には常時雇用される者も,もおり、そうした者たちは実質的には何代も同じ主君に仕え、同時に武士の一員として偶されていたことから傭兵と封建兵の中間に位置する存在と言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。